よみんなもう毎日これしよう <laughs> え毎日これした方がいいレベルで面白い <laughs> あ面白い本当に面白いみーも参戦したいちょっと待って探す。 こんんばは何が面白いのコメント欄で変顔対決してもらってたんですけどみんなの変顔が面白かったので毎日やってもらいたいなって思いました素晴らしい <laughs> ということであのアイドルメイドを持ってきましたちゃんとあの今初めてあの出したので <laughs> ちょっとシワシワなんですけど めっちゃかわいい絶対って思ってるんだけどどうだろうじゃーんわ <laughs> かれづらー ちょっと今もまだシュワシュワ今日今日かけとくからでももあでもな名古屋か名古屋っていうか名古屋かどうしたらみんなにさ伝わりやすいか分かんないんだけどさ見せ方的にねじゃーんかわいく <laughs> いや後ろ向きだなこれえ後ろ向きじゃないじゃあこうやな 可愛くないですかーここ行きますのでどうですか皆さんあハンガーにかけるハンガーハンガーあるかハンガー <laughs> ねえ <coughs> 来週遠く開らし師帰るからファンの皆さんと変顔やり合ったらいいじゃんというといや私がさ変顔を見せるのはやっぱちょっとアイドルとしてさちょっとどうなんだろうかっていうところはあるじゃないですか アイドルとしてね中坂美桜ちゃんの変顔は見たくないよみたいな方も絶対ねいると思うんですよねだからそれはじゃあどうかなって思うんですよ私変顔得意系アイドルじゃないし可愛 <laughs> かわいい 見るのめっちゃむずくないどうしたらいいんやろうかボタンがあるんだ後ろにえどういうことえどういうことどこにボタンがあるえどういうことここかそういうことえどういうことこういうこと <laughs> 一人でずっと喋ってるんだけどこの人、うん 中坂みえは一人でこんなにも喋れるのかいえばね喋り相手がいないからだよサイズはきっとフリーだったから大丈夫こういうことあ袖が取れちゃった。 可愛いじゃん、めっちゃ。可愛くない。これは、ここかな。めっちゃ可愛い。やっぱ緑買って正解だった。どうですか、この中坂美恵ちゃんとツーショット撮りたくないですか。この中坂美恵ちゃんとツーショット撮りたくないですか。 食いたい皆さんハンガー逆向きで描けちゃった合った合てるわ皆さんこれは今週末と,、えー、と年明けのツーショットできます是非このツーショットこれでツーショット撮りたい全人類の皆さん会いに来た方がいいよーーしかも。 これとこれもつきますからととってももいここれとこれきます何がつくかは今,日あの今週来週末のトーク会で見てえ可かわいいこの長坂みゆちゃんと一緒に写真撮りたいって思ってくださいアイドルメイドは何部だったかなこれはねスタンディングの日な気がします間違えました座りの日だと思います 楽しみにじゃんけんして負けたら考える OK 勝つから絶対にあツーショット1月11日のキューブですうわー1月11日のキューブだっててかあのマジであのここだけの話今からするんであの耳の穴かっぽじってよく聞いてほしいんですけどあの1月11日と1月12日に 絶対に来たくなるる理由があるんですよでも言えないんですねこの理由はまだ。でも絶対に今のうちに取っておいた方がいい。<laughs> 理由は言えないんですけどあの絶対に取っておいた方がいい理由があるので、はい、もう皆さん是非1月11日と12日にあの遊びに来てね。<laughs> <laughs> 待ってまーす南部でもいいです とにかく取っておいた方がいい理由がそのうちわかります。当日までではないと思いますけどね。部は関係ないです。きっときっと取れなかった時に後悔すると思います。これだけは言っときます。 終わりまあとりあえずなこんな可愛い中坂美優ちゃんとツーショットは足りなくないって感じですねそう。<laughs> 最速うますぎるやろうというそん <laughs> なことないよ1月12日撮りましたということで <laughs> す晴らしいありがとうございます時間は関係あるの時間は関係ないですけど1月11日と1月12日は中坂美羽ちゃんに会いたくなっちゃうみたいな <laughs> そんな感じです。えでもネイルはしてると思います。新年開けたら。まあどちらに来ていただいてもいいと思いますけど、おすすめです。そう。あの今週末？来週末と来週末末はポ <laughs> ートメッセ名古屋です。 でもあのツーショット会は愛知スカイエキスポです注意してください注意してくださいニャン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 一部で何枚まで撮れるのいや分かんないもういっぱい撮ったことある方もいますよね <laughs> そう <coughs> あ何枚出せるの 3枚までかな多分めっちゃ丸くなってるめっちゃ丸くなってるのは実はみんなにしたらご褒美なんじゃないの和装でいきますおおだって成人の日だもんね近くあツーショットは2枚なんだじゃあ2枚だってカシャカシャ 今日も左目の二重幅が可愛い。毎日左目の二重幅可愛いわ。最近、素晴らしいね。初めてでも、つ、写メ会参加してもいいんですか。え、全然オッケー。初めまして、写メ会しようよ、一緒に。二重幅変わります。中坂さんはもう、寝たら寝た分だけ二重幅可愛くなくなるので。寝不足であれば、寝不足であるほど可愛い。 どういうことやねんっていう感じですけどね顔シュッとしましたやっぱりいやどうだろうシュッとはしてないかもしれないあんまりわかんないでもシュッとしたって思ってた方がいいですよね <laughs> いや丸くねいや丸くね <laughs> うんシュッとしたかな塩抜き効果出てる でもなんかこっちの輪郭めっっちちゃ綺麗こっちも綺麗なのかいやわかんない嫉妬したかもしんない <laughs> アプリでは撮れない気がしますノーマルカメラの気がするアプリで撮ってくれればいいのにねビューティーカムの iPhone カメラモードだけ OK とかにしてくれればいいのに <laughs> 塩抜きっていうのはあの人間は3日までしかしちゃいけないんです3日間しかしちゃダメなの。 今日まだ検証2日目でも昨日も今日も結局なんやかんやで塩分取ってるふ <laughs> にゃふにゃーんはい中坂芽郁ちゃんのお顔はまあなんかファンの皆さんの写真カメラ撮るとそご顔がパンパンなんですけど <laughs> これは現実ってことですよねきっと。 現実が顔パンパンってことですか <laughs> なんかすごい,いつもこうツーショットの写メが上がってる時にこう現実を突きつけられるというか顔パンパンやなーって <laughs> 顔パンパンやなーって思いながら撮ってます。つらい。 でもみんなにはきっとこう見えてるんだろうな常にって感じ。だか自分があのこう人の中で漏れる鏡っていうのは家の洗面所の鏡が本当に一番漏れるんですよ。だからあの家の洗面所で鏡を見るたびにえ今日の私可愛いかもしれないって思うんだけどなんか全然劇場とかの鏡で現実を受け入れられない時ある。<laughs> まあ中坂みゆちゃんまるまる成長日記みたいな感じであの中坂みゆちゃんのまるまるしていくヒストリーとあの細々していくヒストリーをね収めていただけたらなと思いますそう今日みんなみかんぜん見るんだよはいここにいる皆さんで今日みかんぜん TV 見るよーって方いらっしゃいますか いいつも可愛いありがとうあ素晴らしいあのロキポで見られる方もロキポじゃない皆さん、ね、あのテレビ愛知見れるよ入るよっていう方もねありがとうございます 見ましょう絶対にどんな形でもいいから見ましょうねはい絶対にテレビの前でみんなが祈ってくれないともう S 勝てないかもしれないからお願いします <laughs> 正座したなんか今日触覚巻いてるからさ にょんってなってて可愛くないしまおう <laughs> あのー、もう配信終わるんですけどそろそろ今何時何分かわかんないまあ13分なのでまあ15分くらいになったら終わろうかなって思うんですけどなんかすごい今日悲しい話があってちょっと聞いいいいててももらっっいいですか今日あった悲しい話聞いてもらってもいいですか あの,あの今日前髪切ったんですけど誰にもも気づいいててらえなくてすごい悲しかったです <laughs> しかも切りすぎてだいぶショック受けてるのになんか誰も誰も気づいてくれなかったからなんかまだみんなにさ「え前髪切ったよね可愛い,いとか言ってもらえたらさ立ち直れたのにさみんなにさ,あのさ前髪切ったことさ気づいてもらえなくてさ悲しい <laughs> <laughs> かわいいですかかわいいですか,可愛いですかあえて触れてなかっただけあそうだよねいつも通りかわいいありがとうえ今日結構1センチくらい切ったよその話題は終わったかと思ってたもう一回掘り返してくれてもよかったのにね <laughs> あーじゃあ短いでしょいつも通りかわいかったありがとうありがとう 可愛くて気づかなかったあいいですねほっぺしか見てない前髪も見てでもちょっと見てこうおん眉なの恥ずかしいの <laughs> 結構だいぶめっちゃでも綺麗じゃないめっちゃ前髪綺麗なんだけどだいぶ切りすぎてしまってで眉毛出てるのがちょっと恥ずかしいんだよねこっちもほら <laughs> 恥ずかしい 明日可愛いって言うわって言うこと絶対絶対だよ絶対だよそうそう <laughs> 前髪はすぐ伸びるけどにしても切りすぎてしまったから結構本当にショック <laughs> ということで終わりたいと思いますこの可愛さに免じて許してお願い終わりますいきます12世の野さん稲見眼鏡さんハートさえさん稲見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 稲 緑さんお花ブブグググさんハート目の生えた白のクマさんハートマイク持ってる女の子さんフブいなりんサヤさんキラキラいなりんキラキラいなりんマネタイカサ坂さんキラキラいなりんネギトロさんキノコヒヒンさんキラキラいなりん目の生えた白のクマさんキラキラいなりん飛べないペンギンさん水色のだるまヒヒンさんいなりん黄色の巨人さんハート

さんイナリンハムスターさん十一周年イナリン、えー、ピピフェイプさんキノコバレンタインバレンタイン中坂さんイナリンウサギさん結婚して ええー、中坂と思わせてナッキさん。いなりん、せんたけののこさん。いなりん、ピピヘピさん。11周年、11周年、ルンルンネコさん。お花、白のくまさん。いなりん、ピンクのもこもこおさげさん。11周年、いなりん、ピピヘピさん。きらきらいなりん、わかるうんうんうん。12, 12周年のあばさん。きらきらいなりん、ありがとうございます。他にもギフト投げてくださったたくさんの皆さん。ありがとうございます。今日は1時間以上やったので、とっても消えてしまいました、ギフトがありがとうございます。ありがとう。 <laughs> ペコリペコリありがとうございますペコリペコリ拍手拍手あー東海で直接言うために言わなかったのあえてなるほどね賢いな <laughs> ということで、えー、改めて今日もたくさんのギフトありがとうございます では続きましてランキング見ます。今日の中身73位はでカでカでカでんシャチホコじゃなかったいちごぴょこーのアバターサザエさんスタイルのいちごぴょこーのアバターのふうらこさんです。ありがとうございます。ーありがとうございますということで、えー、続きまして今日の20位から13位14位の皆さんを読みます。えー、改めて73位狙ってくださった惜しい皆さんもありがとうございます。イエーイ では20位から見ますいきますせーのケイタさんジゴロウさんマユニョさんトミッチさんコージーさんポジトンさんえ A さんありがとうございますイーイありがとうありがとうアクシャということで今日の20位から10位の皆さんありがとうございます 十三位どうなるんですか。三列とうございます。ピッピ冬ピン。十二、えー、マリーナーズ三列とうございます。ピンクのおかっぱ。キラーンキロロキロロ。十 <laughs> 一福太郎さんありがとうございます。ネギトロ日よまち。十 <laughs> 位すげさんあ,ありがとうございます。ガロさん。十九位十じゃない九位勝利さんありがとうございます。しゃー しゃ八位スーパードライさんありがとうございますバイク猫コブーンブ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 ンにゃー7位エスくんさんありがとうございますカッパパパパパパパ六位ケンジさんありがとうございますぴょんぴょんうさぎぴょんぴょん五位ダーダーマツさんありがとうございますああ

S ハーすせーのさささんガローさんガローさんありがとうございますということで皆さん今日も配信を見ていただきありがとうございましたコメントしてくださった方ホしゃギフトを投げてくださった方もありがとうございましたあのインスタグラムさっき投稿したのであの全員。 いいいいねししててから寝てくださいお願いしますあとコメントもししてくださいいお願いしますあと今日はみかんぜん TV なんですけどあのかじけの結果発表があるので皆さんあのテレビ愛知の方に向かってお祈りしながら見ていただけたらなと思います見れない地域の方はローキポーロキポーで見てくださいよろしくお願いしますということで <laughs> なんか一気に喋りすぎてあの空気吸えてなかったから一回空気吸っときますね。<laughs> ということで今日も見てくれてありがとうございました。今日の三連単は。7, 3, あ残念。ということで。 えー、5817盛り上がりありがとうございましたまた明日の配信も見てね明日は公演終わりにやるので23時頃だと思いますよろしくお願いしますフリフリでは終わりますせーのバイチャーじゃんけんポンあっち向いてほい今日の合言葉はわバイバーイバイバイ 月曜日頑張ろうね